狼の口ボルフスムントは、久慈光久による日本の漫画作品。エンターブレイン発行の格月誌、フェローズ、ボリューム3より連載を開始し、同誌が年10回間、春田へと、氏名変更された後も連載を継続し、ボリューム38にて完結した。フェローズ時代は、基本的に、格号掲載だったが、春田では、 その特殊な観光周期上に不定期掲載となっていた。2014年2月発売の春田ボリューム11からは各月ペースでの連載に移行した。筋肉症状体のアルバム最後の聖戦収録の立ち向かう狂い咲く人間の証明マイナスが本作のインスピレーションとなったことをコミックス発刊の著者跡書に記している。中世、アルプス山脈。 ドイツとイタリアを最短距離で結ぶ交通の要衝であるザンクトゴッドハルト峠はアルプス山脈に住まう人々に交易による大きな利益をもたらしていた。峠に権益を持つウーリ、シュバイツ、ウンターバルデンの森林同盟3国は既得権益と自由を守るため13世紀末に名役者同盟を結成したが峠の権益を狙うオーストリア港。 ハプスブルク家によって三国は占領され、圧政が敷かれてしまう。これに対抗する名役者同盟の党主たちは、独立を取り戻すために、地の利を生かして、抵抗を続けていた。しかし、14世紀初頭になると、ハプスブルク家によって、ザンクト・ゴッドハルト峠には、堅牢な砦からなる、狼の口と呼ばれる赤書が設けられ、三国の民衆は内部に閉じ込められるようになった。 ボルフスムントの大カボルフラムは、その悪魔的な洞察力で、石書を抜けようとする同盟の党士などの密交者を、見つけては残虐に処刑し、民衆に恐れられていた。対する、党士たちは、様々な犠牲を払いつつ、英雄ビルヘルムテルの息子バルターを旗頭とし、来たるべき、反乱のための準備を進めていく。そして、1315年10月15日、 ボルフスムント建造前から、イタリア側に取り残されていた両外の投資たちと、三国の投資たちが決起し、ボルフスムントへの攻撃を開始した。ボルフラムの悪意を形にしたようなボルフスムントの防備、仕掛けに、数多くの犠牲を出しながらも、そのバネを文字通りに踏み越え、同盟団は、ボルフスムントを陥落せしめた。隠れていた、ボルフラムも、 バルターとの死闘の末捉らえられ、串刺し刑となって処刑された。モルガルテンの戦い投資たちは、さらに3国それぞれで反乱を起こす。強大なハプスブルク軍の前にハインツ率いる兵団が、全滅するなど苦戦を強いられるものの、ついに、モルガルテンの戦いにおいて、オーストリア皇帝レオポルト率いる大軍を退ける、ことに成功する。レオポルトは、 再起を誓い、ハプスブルク家は以降200年にわたって進行を試みるが、スイスは現在に至るまで存続を守り続ける。種清は、ハプスブルク家の過熱な圧生という史実があったことを下敷きにしているとはいえ、大官ボルフラムが真摯な顔で楽しそうに残酷な処刑を執行させる様子を盗作した快感さえ覚えると評している。 また、工場船も、四種類類の描写が長く続いた後、ついに捉えられたボルフラムが何ページにも渡り、尻から口まで口刺しの毛で、苦悶のうちに死にく様が、爽やかな余韻を残す、前代未聞の独語感と評している。コミックス4巻の発売時には、有林堂藤沢店にて、原画展が開催された。ありがとうございます。